お久しぶり。はい、それでは本日も始めていきましょう。松井塾の松井です。はい、まあちょっとね、まあ入試の方がちょっと一段落してっていう感じになるんですけど、まあ今年はまあ受験に自信がないというかね。はい、受験に自信がないっていうのはなんか受かっても落ちてもあれなんでこんなことになるんだろうみたいな、感じですね。いつもだとねなんか、まあ、このくらいの確率で受かりますよとかこうでって言ったら、まあ、うまくいったかなとか、あやっぱちょっと最後のところ叩き切らなかったかなっていうなんかこうなんかあれがあるんですけど全くないという感じですね。はい、それでは今日やっていきましょうということで、そろそろですけど来週早ければ来週ぐらいから。日本史動画を作っていきたいなというふうに思ってます。はい、世界史の方へ途中なんですけど、やめるんですかって、はい、すみません。来年の受験生が日本史が、メインということになるので、日本史動画の方に、切り替えますと、いうことです。で、これ何回も言ってるんですけどね、視聴者に全く伝わらないということで、何回も言ってるんですよ。まず3つ言わせてくれ。俺、保守論客じゃねえ。はい、俺、保守論客じゃねえ。はい、何回も言ってんですけどね、保守論客じゃありません。はい。で、ね、もう一つ言うんですけど、お前何こんな左翼にこう、忖度してんだって、してるってだから。してるって何回も、はい、海の向こう側の勢力から向こう側に忖度するって言って、お前チキンからチキンやって。はい、何やと思ってんすかね、みんなね。はい。ということなんで、まず日本史動画を見る場合に関してということになるんですけれども、4つ、ちゃんと言っときますんで、皆さんご注意をしていただきたいなということになります。はい。まず、超バカ向けの動画になっておりますんで、はい。超です。はい。バカ向けの動画なんでって言うんですけど、どうもいまいち伝わってないんですよね。ちゃんとね、皆さんね、文科省の、データとかで、どのくらい日本の学力データとか、地理とか歴史とかですね、英語とか数学国語っていうのはね、どれだけ格差が開いてるかっていうのをね、ちゃんと見てから、言ってくださいっていう感じになるんですけど、しかも俺それ見て自分でって言って、やばいことになってるからっていう話です。はい。で、超バカ見えるのがですね、よく言われるところとしては、朝鮮半島の関係性と中国関係史ですね。はい、中国関係史、この辺はまあ大体アンチコメントが来ますというふうに言ってるんですが、はい。まず、初めに言っときますが、中華人民共和国がどこにあるのかがわかりませんっていう、その深い哲学の話してんちゃいますよ。中華人民共和国というのはそもそも国として成立してるのか、そういう話をしてるんじゃなくて、ロシアがどこにあるかとか、中国がどこにあるかとか、アメリカがどこにあるか分かりませんっていう人、世の中いるんですよ。はい。で、まあ、日本史の列島で話してるんやけど、東京都って先生どこにあるんですかっていうのは、東京の人で聞いたことはあります。はい。そういうレベルです。はい。なので、私が言ってるのは、その層に向けての動画です。はい。その層に向けての動画です。はい。従って、分かりにくいですってコメントがあるんですけど、この動画でまだ分かりにくいかっていうふうに思う部分はあるかもしれませんが、はい。そういうふうな感じになってます。はい。従って、重要情報がバンバン抜けてます。はい。はい。じゃあまずいいですかって。韓国ってこう上と下これあるんですけどね、下が韓国。上が朝鮮民主主義人民共和国っていうね。はい。いうことですね。はい。ということになりますんで、それぐらいの内容からのスタートということになりますんで、何回も言いますが、超バカ向けでございます。はい。まあ、もっと言うんだとしたら、君たちの想像がね、はるかに超えるおバカな人たちっていうのを私は見たことがあるんですよ。はい。レベル的にまあ言うとどういうことかっていうと、全部の問題を、記号選択にもかかわらず間違えて、かつ自分の名字と名前を間違えたっていうのが一番最強で、見ましたね。はい。やばいなと思いましたけど、はい、やばいなと思いますけど、あ、ちょっと、そこそこの高校を受かってましたからね。はい、そこそこの高校を受かってましたけど、あとは太陽が、なんですか、太陽が冷えたやつが月って、これもよく見ますね。はい。太陽が冷えたやつ月だったら、月からどうやって太陽になるんだろうと思うんですけどね。はい。という感じになります。はい。で、この超バカ向けの動画ですっていう風な話をするときに、次にツッコミが来るのが大体もうわかるんですよ。これもパターン同じです。はい。パターン同じです。すいません。超バカ向けの動画っていうのはわかるんですけど、と。はい、超バカ向けの動画ってことは分かりましたと。しかし、松井先生のような賢い人の知識も要するに豊富で、賢い人の動画を、超バカ向けの人が見ますということなんですけれども、そんなことってあり得るんですかっていうことなんですけど、はい、質問としていい質問ですねということなんですけれども、はい、一つ言わせてください。画面の前見てみようか。はい、私、小学生の頃から賢かったって言いましたっけ？はい。小学生、中学生、高校生の時から賢かったですよって言いましたっけ？はい。確かに小学生の時僕賢かったですかっていうと、多分ほとんどの要するに僕のことを知ってる人たちはみんな、松井は小学生の頃から賢かったよって多分言うと思います。どんだけ努力したか知ってるかお前ら。工夫ができないんだとか言ってるの、俺悪いけど甘えやと思ってますよ、正直言うと。はい。工夫できないんだとか甘えやと思ってるんですけど、私、工夫できるようになるために何時間勉強したかって知ってます？はい。1日大体ですね、10時間ぐらいですかね。1日大体10時間ぐらい工夫をこう、21が2、2が4、23が6っていう作業を1週間やりましたね。はい。1週間やりましたっていう風な感じになるんですけど、そういう感じになります。はい。都道府県で大阪府とか東京とか分かりませんとかいうのあるじゃないですか。お前それまずいぞとか言いながら、まあ要するにそれなりに授業をしてて、要するにしっかりせよっていう風なことを言うんですが、はい。都道府県書けなかったんですね。はい。もう県庁所在地とかもう殺意しか分からないですからね。はい。もうなんか前橋市ぐらいまでやったらね、まだ許せるんですけどね。はい。もう札幌市ぐらいになってくると、もう、ああとかなるんですけど、はい、札幌市とかになるとね、もう、もう漢字むずいなとか思いながら、まあ、やってたという人だったんです。はい、したがって、もともと私が超バカだったので、超バカ向けの動画を作りたいんです、私は。はい。はい、私がもともと超バカだったので、超バカ向けの動画を作りたいんです。はい。私のモットーはそこなんですね。はい。ね、東京とかどこにあるか分かりませんって言ったら、要はその生存が危ないです、正直言うと。東京都どこにあるか分かりませんって言ったら、それ生活していく上において問題が発生してるっていう状態になってます。はい。なので、その時に、何回やっても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 全然解けねえし、なんか分かるようになんねえっていう気持ち、分かります。はい。分かります。はい。で、それを気合と根性で何回も何回もやって、いろいろやってっていう風な気持ちは分かります。はい。したがって、太平洋戦争史がどのような人々がいて、どのような考え方を持って、どのようなことをやる前に、太平洋戦争の参加国とかが言えないとかいう状況を私はよく知ってるので、だからここ向けに作りたいんです。はい。いや、正しい日本史の歴史や正しい世界の歴史をやりたいですっていう人は、そういう動画作ってください。YouTube でそういう動画を作ってください。で、それをこう、広めていきたいっていう、その、正しいようにしていきたいっていう方は、そういう動画を作ってください。僕はそこにあんまり興味がありません。はい。底辺層にしか興味がないです、正直言うと。はい。ということですね。はい。ということになります。で、二つ目ってことになるんですけど、フェイクですかって言うんですけど、フェイクです。はい、これもはっきり言ってます。3つの理由でフェイクになります。はい。3つの理由でフェイクになります。まず、第1点目ということなんですけど、第1点目なんですけど、私が思い違いをしています。はい。で、第2点目、面白いネタと、要するに、話してる内容を、要するに、ミックスして、覚えやすいようにしようというふうに、やった結果ですね、言い間違えるって話ですね。結構やってます。はい。結構やってます。はい。だいたい10本あったら1本ぐらいも確実にやってんなとかいう感じにはなります。はい。そして3つ目ということになるんですけど、教科書の通りやってたら、フェイクになるぐらい分かってんのかバーカっていうふうに、まあ、言われるんですけど、はい、ご名答ということで、その通り、いうことになるんですけれども、そのアンチコメント非常にありがたいんですけど、その通りです。はい、私、文部科学省を信用してないんで、文部科学省とか、日本にある教育機関って、基本信用してないんで、だから僕、教育者って呼ばれるのすごい嫌がるんですよ。すごい嫌がるのはそうで、俺たちは子供たちのために向かって、教育関係でしっかりやってるみたいなこと言うんですけど、そうかなっていう感じの人なんで、まあそういう人もいるよねっていうのはわかるけど、まあ8割ぐらいは、まあ信用的に適当に引っ張ってなんか適当に剥ぎつけてるだけやろっていうぐらいの感覚でしかないんで、まあフェイクが多いですよっていうことをやってください。はい、そして、3つ目ということになるんですけども、お前無知かよっていうね、適当に動画作んなって言うんですけど、はい、3つ目いきます。私は無知で適当に作ってます。はいよく言わないですけど、ソクラテスの論法で私を論破しにかかる人いるんですけどね、ソクラテスにソクラテスの論法を使ってどうするんですかすいません、僕は一応動画を上げてるんですけど、これあんま信用しないでねっていうふうにも言ってるわけじゃないですか。はい、なのでちゃんとした教科書であったり資料誌を見ましょうであったりとか、学校の先生の授業っていうのは、ちゃんと聞いとかないとダメですよって、もうこういうのは本当にサプリメントと同じみたいなもんで、ちょっとした合間にちょっとした感じでやっとくっていうぐらいのもんでしかないから、ダメですよっていうのがちゃんと折々言ってるんですけど、折を見て言ってるんですけどはい、なので私は無知で適当ですよというふうな形で、まあ、お話はさせてもらってます。はい、じゃあ無知で適当になんで動画上げてんだっていうんだから、超バカ向けの動画だっつって超バカ向けの動画だっつって言うんですよ。はい、でなんで超バカ向けの動画を作るんだって、俺がもともと超バカだからだよはい、俺が超バカだから、はい、はい、ということで、もともとそうだったの、本当はもうなんか、英語は ABC からやってわけわかんねえしね、はい、なんか知んないけど、単語30個覚えるのになんか1週間ぐらいかかってたしね、はい。ということになるんで、はい、4つ目、で私、これ何回も言ってますが、アンチコメント、皆さん、潰そうとする方いらっしゃいますよね、やめてください、アンチコメントをしてください、私は。はい、で、学問っていうのはそういうことです。で、これ最終的なことを要するに言っておきますが、こういうことなんですよ。学問って俺は基本的には最終形ってこうやと思ってるんですよ。自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、最終的に自分で責任を取れる大人になりましょうね。これが最終形やと思ってるんです、私。これがね、自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取らなきゃいけないよねって。だから国がおかしいよねって言ったら、国がおかしいと思うんやったら、国を変えれるように努力してはいけない。で、ちょっとしか変わらないですよ。ちょっとしか変わらないですよ、世の中っていうのは。はい、どんな天才でも世界においてとか社会において変えられることってちょっとですよ。じゃあ会社の中良くしようっていうふうに言ったら、会社の中で良くしようと思ったら自分が出世しなきゃいけないし、会社、こんな会社ばっかりがあるんやったらまずいなと思ったら起業すればいいと思うんですよね。で、だから自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取ってくださいねって話をしてる。これ僕のところの動画見てくれてる方はずっと私言い続けてると思うんですけど、自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取ってくださいねって。で、僕のことは「はい、そうですか」っていうふうに無条件で受け入れちゃダメですよっていう話はずっと言ってますよね。はい、ずっと言ってますよね。だから宗教じゃないって言って、だから YouTuber やりたくないって、 YouTuber っていういわゆるそのなんか称賛コメントをいっぱい上げて、要するになんかどっかの宗教の教祖みたいにしてる YouTuber は、私は関係性は持ちたくないですっていう話はそういうこと。考え方が違うから、そもそも YouTuber、 いわゆる一般的な YouTuber とは考え方違うから。ただ一応言っとくけど、俺のやってる行動、YouTube の基本ガイドライン通りに沿ってるからはい。で、この流れを皆さんはしっかり覚えておいてくださいということです。だから、これが分かれば、俺がなんで称賛されるのをすごく嫌がるかっていうのと、自分の要するに評価値を下げたい、下げたい、下げたいってやたら言うのかってことはよく分かるはずなんです。まず僕は適当な動画をパンってあげます。ね。適当な動画があります。はい。で、皆さんの中で賢い方いますよね。皆さんの中で賢い方いますねって思うんですけどね、資料データとか資料等級データとか、これってこうこうこうでこうだから松井さん言ってるここのところってなんかおかしくないですか、なんか松井先生変なこと言ってないですかって言われる方いますよね。その時に対して僕どういうふうな回答をしてるかって皆さん覚えてます？はい、こうです。ん？はい、ここいいですね。ん？はい。で、これね、こういうことなんですよ俺は言ってないよ俺一言は言ってないから、そういうことは、うん、だから正しいとも間違ってないとも言ってないですね。これまあ日本的でしょ、日本的でしょ。正しいとも間違ってるとも言ってませんわ、正しいとも間違ってるともこっちは言ってませんわと、ただ「ん？」って言ってます。はい、ただ「ん？」って、はい、いうことですね。はい、まあ「ん」の他にも使い方はいろいろあります。はい、これはね、あ、ちょっと待って、誰か来たよとか、そういうふうなコメントを要するにやったらなってるんですけど、で、ここで皆さんがこの最後のロジックに戻ってほしいですね。自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取ってっていう話。わかる？はい。自分で調べて、自分で考えて、自分で行動して、自分で責任取ってって。で、大学受験します。でも今バカなんですっていう人は、今まず第一の段階をクリアして、つまり超バカの状態をクリアしなきゃいけないから、超バカの状態をクリアしていって、あれ、アンチコメントが要するにこれついてますって、これなんかこっちの人の方が言ってるの正しいんちゃうんですかって、ここまでまず言って、ここまで言ってほしいんです。これは言ってほしいけど、全員が全員になるとは思ってないんですよ、さすがに。で、最終形はここ、自分で調べて自分で考えて自分で行動、自分ですね。これがその歴史とか地理とかそういう勉強面だけじゃなくて、全てにおいて自分の人生に対してこの行動をしてねって話です。だからよく言うじゃないですか、こうこうこういうふうにするんですけどどうしたらいいんですかとかいうふうにやるんですけど、だから僕のところに論証法みたいな感じで、ソクラテスの要するに論証法みたいな感じで、私とディベートしてあなたの方が正しいって思ったら、あなたの方が正しいということでいいと思うんですけど、だからそれダメねって言ってるその勉強姿勢が間違ってるからダメねって話をしてるんです。はい。いうことになるんで、そういう感じになりますということです。はい。なので、私は基本的にこの日本史動画と世界史動画、まあ、どうでもいい動画とかやったら話別で、はい。いやでも先生、たまに思いっきりなんていうんですか、リベラルをディスりまくってる時あるやんっていう話でしょ。あれね、攻撃受けてるんですよ、これ。はいあれね、腹立つぐらい攻撃くるんですよ、たまに。それもなんか周期的にくるんですよ、たまに。でもええ加減にせえよって思うんですよ、正直。俺は忖度して作ってるわけよ、ね、リベラル側の最後の陣営に対して忖度して作ってるにもかかわらず、その理科とかにコメントしやがるんですよ。わかります？理科とかに何々についてどう思いますかとか、知るかボケとか思うんですけど、はい、とかそういうことを書くから何回も1人2人ちゃうから56人なんかって、だからたまにそのバーンとくるんですよ。ほんならええわと、やったほうがいいとはい。で、要するに見てったら、もう明らかにもう要するにそのなんか再生リストとかあるじゃないですか、そのなんか高評価をした動画とかあるじゃないですか。どう見てもこれ日本人じゃねえだろうとか、そういうことを要するにやってる人とかあるんで、僕からすると無条件で殴られるつもりは僕もないんで、正直。はい。だから皆さんが「ああそうですか」っつって「忖度しますか」「忖度してますな」っつって「いいですよ」って言われたら、僕も要するに平和的にね、そのバカな子供たちに対してっていうか、もうバカかもしれないって、でも夢を諦めるなみたいな、とにかく一問一問もできるようにしようって言ってやってるところでですね、そのなんか政治的思想とか歴史的思想とかバーンってきたらですね、はみたいなお前どっから殴ってきてんのみたいな俺の邪魔